マイクの入ってる。あ、入ってる入ってる。こんにちは、テステステス。あ、入ってる入ってる。あの、実はこの番組を始めるときに、あの、この事務所に来てて、あの、アシスタントつけるんだけど、どんな子がいいですかって言うんで、とっても綺麗な子がいいですって言うんで、で、あの、今フィリピンのハーフな子でとっても綺麗な子がいるんですよって言われて、それで今日初めて会ったんですけど、その綺麗な子っていうのが今の村上ちゃんなんですよ。綺麗でしょ。な、可愛いですね。マガン、マガンダ、ハプンポ。これしか知らない。彼女はあのフィリピン語と英語と、うん、ね、三カ国語喋れるわけですよね。はい、早く俺たちもカタログ語とか覚えたいですね。カタログ語じゃない、タガログ語だよ、ね、あ、そう。カタログ語じゃないんだ。そうだよね。それで今日はですね、あの、俺たちのゲストで、いろんな方が遊びに来てるんですけど、まずはですね、この方がすごいんですよ。まずは、誰からいきますかな、カズナ、治療院の鈴木先生からいきますか。先生、ちょっと出てきていただいていいですか。カズナ治療院の鈴木先生です。今までちょっといろんな方に、俺も肩とか腰とか見てもらったんですけど、一発で治りました。この前もあのだるまって、あの、大阪にあるじゃないですか、あの、串カツのだるま、あの方があの赤い産地に集まっていきなり腰をひねってダメになった時に本当に一発で治してくれました。だから腰がどうしても治らないっていう方は、この番組でもこれからちょこっとご紹介したいと思うんですが、カズナ治療院の、鈴木先生です。今日はちょっといろいろやってもらう時間がないんで、今度ゆっくりお願いいたします。鈴木先生でした。あと、今度は気功の先生です。うちのメンバーが今一人、あの、肺がんになってますけど、あの、富士の病って言われるんですけども、その富士の病にもチャレンジしてくれました。はい、出てきてください。はい、あ、こんにちは。とんでもない気功の先生でございます。どんな病気も治せます。あの、自己紹介ちょっとしてもらっていいですか。横浜で横浜気功院という、あの、気功の診療所をやってます、大滝保と申します。自分が治すだけじゃなくて、私の治す力を、普通 2,3 年かかるものを数日間で伝承するっていうことで、社会文化功労賞というのを一応もらいましたので、いろんな使い道があると思います。よろしくお願いいたします。はい、また今後のステージでいろいろ教えてください。はい、よろしくお願いいたします。はい、向こうで、控えてくださいてな感じで、今日は、今日は音楽が中心ですね。はい、はい、まだまだゲストがいるわけですね。はい、はい、じゃあ司会進行よろしくお願いします。はい、今日は頑張ってまいりたいと思います。はい、はい、藤田恵那さん、こちらにお願いいたします。はい、はい、美香さんと恵那さんと美希さんと恵那さん。おっと、はい、本日はこのお三方に来ていただきました。美香さんとみきおさんとえなさんです。美香さんはアーティストと
として活躍していまして、以前ムーパルではチョベリグというタイトルで1年間番組をしていただいてました。今日はムーパル初めてのライブを、皆さん、ミカさんがライブを1曲歌っていただきます。そして4月からミカさんの新番組もあるそうですね、はい、そうなんです。あ、これで、はい、そうです、やらせていただくことになりました。よろしくお願いします。どういう番組なんですか？は、音楽番組ですね。そうなんですね、はい。はい、4月から始まる演歌番組で出演させていただくことになりました。はい、そうですね、はい、どうぞよろしくお願い申し上げます。で、隣の方がシンガーソングラドルというキャッチコピーで、はい、そうです。グラビアアイドルとシンガーソングライター二足のわらじでやっております、藤田恵奈と申します。はい、今日は歌わせていただきますので楽しんでいただければと思います。はい、お願いします。じゃないですか。あ、テストテストテスト。そこでテストテストって出るから。4番がちょっと大きいかもしれない。4番って。ね、生放送なんでね。ごめんなさい。はい、あ、ごめんなさい。では次は電撃ネットワークさんの新番組が今度から始まるということなんですけれども、その番組について教えていただけたらなと思います。はい、よくできました。村上だけ、はい、緊張している美人というのはいいものですよ。すみません。じゃあ村上さん、番組が始まるということですが。はい、東京スター誕生。お、どんなスターが誕生するんでしょうか。放送中、放送中、放送中、放送中。いろいろ今考えてる。でもなんかオーディションのようなことをしてスターを誕生させるという番組ですよね。そうですね。番組からもう新たなスターを誕生するという、タイトルからすると予想されますね。そういうことですね。楽しみです。はい、ありがとうございます。では、すいません。ごめんなさい。大丈夫です。今日は、ゲストの方お越しいただいてますので皆さんの曲を聴きたいと思います。ではまず、みきおさんからよろしくお願いいたします。はい、じゃあ僕たち向こう側に行ってます。はい、はい、それでは、私がトップバッターということでございまして、皆さんこんにちは。はい、観覧の方は映ってはないんですね。映ってはないんですよね。こっちだけですよね。たくさんのお客様が今日いらっしゃっているということで、ね、見ている方はちょっと拍手で、あ、ほら見てください。もう満席でございます。もうね、もう満員御礼ということで、これから私を筆頭にですね、皆さんの素敵な音楽が始まろうと、しておりますということで、私が今日歌わせていただく曲は、今リリースしている曲の B 面といいますね、カップリング曲でございますけれども、本日この後にバンドで演奏してくださいますが、ロハス・マサキというギタリストがおります。そちらのマサキさんの曲でございますということで、今日はね、歌わせていただきたいと思います。祇園恋物語、どうぞ聴いてください。鏡に映る人。
足を見てる隙間風が吹き抜け凍えた指で折り鶴を折って夢の世界へ投げ込み冷たい心に息を吹きかけあなただけを揺れて落ちてあなたはもう抱いてはくれない思い閉じ込め舞い踊り帯をほどいた月明かりに素肌照らされ幕を抱いて頬を濡らす恋心を抑えてあなたの名前積もった雪に強く何度も書いても擦り切れた指を見つめながら言えずにあなたの名前積もった雪に強く何度も書いても擦り切れた指を見つめながら叶わぬ愛の歌をありがとうございます。ありがとうございました。美京さんでした。美京さん、この曲に思い入れとか、思い入れですか。今日もちょうどこう雪がね降っておりますけれども、やはりこれは3月にリリースしたんですね。数年前でございますけれども、ちょうど曲が出来上がってレコーディングの前にね、これ京都の祇園をテーマにしてるんですよ。舞妓さんのお話なんですね。だから私正月に八坂神社に行って八坂神社で iPod で聴いて覚えた現場でみたいな感じでございますけどその思い出があります。そうです、冬にしっかりともう聴き込んでですね、歌を勉強しました。そんな思い出がございます。はい、ライブですか。ライブですか。私はキャバレーハリウッドさんとか出させていただいたりとか、あとはですねライブというか桜まつりディナーショーというのは毎年ありまして、上野の西洋圏で先輩方のね歌手の演歌の方々と一緒にさせ出演させていただいたりありますけれども、あとはライブといえばお金かからないで見ていただけるものがございまして、私は浅草出身なんですけれども、まあ、A 面の曲はちなみに2人浅草という曲で、 B 面が今の曲なんですけれどもね、浅草で煮込み通りというのをご存知の方、ホッピー通りという飲み屋がありますけど知ってますか。あ、皆さん結構知ってますよね。で、はい、そのホッピー通りで、はい、あ、拍手でね、客がいないんじゃないかと思われる場合もありますねそ、そこでですね、私も下手くそなギターですけどこう担いで自分で流しをしておりましてね、で流しをやって、ちょうど4時半競馬が終わる頃におじさま方が
皆さんこうわーっと出てくるんですよ。そのとこにしょうちゃんっていう飲み屋さんがありまして、ちょうどね競馬の脇ですけれども、そこで1時間路上ライブをさせていただいております。そんな時は寒くても暑くても、もうね2年半ぐらい続けてるので、そちらの日曜日の月に1回だけプッチャリンという芸人と一緒にやっておりますので。知ってます。あ、存じ上げておりますか。はい、そうですか。すごい派手なメイクの。そうですね、はい、ここにハートの子にひげがついてるおじさんなんですけれども、検索してみて。はい、プッチャリンさんと一緒にやっております。来月は3月の16ですね、はい、になっておりますので、ぜひ。あとは私もフェイスブックからあの一通りアメブロとか全部やってますので、美しいにひじりと書いてみきよと申します。なので、はい、あの本名なんですけどね、私美声って書いてみきよという名前ですので、ぜひなんかチェックしていただければ。今日の告知もさせていただきましたんで、はい、ぜひもうね、入り口の方にもみきよさんのポスターがチラシ。本当ですか、ありがとうございます。はい、皆さん見てください。はい、物販もありますけど、強制に買わなくても大丈夫なんで、チロッと見てふんって置いてっても大丈夫なんで、まあちょっと名前ぐらいね覚えていただければと思います。すいません、ありがとうございます。はい、はい、どうもありがとうございました。失礼いたします。ミカさんに登場していただきましょう。ではこちらにどうぞ。はい、よろしくお願いします。ムーパルチャンネルをご覧の皆さん、お久しぶりです。 MRCA 愛と塩を小文字で書きます、ミカです。お久しぶりで、これニコニコのコメントとかって見ても大丈夫ですかね。あ、知ってる人いたら、あのコメントも見れてるんで、ネットで見てくれてる方もお久しぶりです。自己紹介させていただきます。MRCA 愛と塩を小文字で書きます、ミカです。音楽活動を中心に活動しているんですけれども、以前昔あの先ほど紹介していただいたんですけど、チョベリグという番組をこちらのムーパルチャンネルさんの方でやらせていただいておりました。ちょうど1年ぐらい前に、もうちょっと前かな、なるんですけれども、で今回、お久しぶりに4月から、新番組やらせていただくことになりまして、で今日は急遽このなんかお祝いの場に呼んでいただけて、1曲だけオリジナル曲を歌わせていただきたいと思います。以前番組やってる時、あの MC っていう形で番組やってたので、多分歌歌ってる子なんだって、あのこのチャンネルで歌を歌わせていただくのは初めてなんですよ。なので、見てる方も多分初めて聞くよって方も多いと思うんですけど、オリジナル曲なのでぜひ、せっかくなんで、あのお客さん、あのなんかイエイイエイみたいなのがあると非常にやりやすいです。あの多分皆様が想像しているよりもあの緊張しておりますので、はい、温かい声援よろしくお願いします。それではオリジナル曲歌わせていただきます。ワンリミテーション。あ、今のですね、はい。ねえ、まだ見えますか、あの日見た星空、目を閉じれば君の横顔と笑い声が蘇るよ。ありがとうございます。大切なものほど壊れていくのはどうしてだろう。大切な人ほど見えなくなるのはどうしてだろう。君の輝く世界心惹かれて、もう止まらなかった。動き始めた僕
を流さず強く生きたいと君は言うけど、涙の数だけ強くなれるから怖い。それぞれに別々の道を行く僕ら、手をつないでいても過去も未来も今も全ては自分だけのもの。緊張しました、すごく。なかなかこういうことはないので、いやー、ミカさんありがとうございました。いやでもこの曲、はい、私もリハーサルの時から聞いてたんですけど、めちゃめちゃかっこいいなと思って、そう、すごくなんか歌う曲何にしようって悩んでて、実はリハーサルの時にいくつか歌ってこうどうしようどうしようって言ってたら、この曲がいいっていう風に言ってくれて、この曲に決めました。はい、はい、ありがとうございます。はい、自分で作られたんですよね。あ、これは作詞だけしてますね。もう一個の方は作曲もしてるんですけど、作詞作曲してる曲とそうじゃない曲といろいろあって、あ、はい、そうなんです。はい、で一応オリジナル曲が、レコチョクフルを含む配信サイトさんと、あと iTunes さんの方で、だいたい全部配信されております。はい、はい、MICA でミカですね。はい、ぜひ後でチェックしてみます、ね。はいはい、でなんか4月から の新番組の方で、毎回その番組内で1曲ずつオリジナル曲を歌わせていただくことになってるので、あのムーパルチャンネルご覧の皆さん、ぜひ4月から、新番組始めますので、私のなかなか今まで聴いてもらえなかったオリジナル曲をぜひたくさんの人に聴いてもらいたいと思うので、あと音楽番組なので、いろんなゲストの方とかを紹介して、なんかそうおたげとかも紹介したりとかして、やることに企画が面白い感じになってるので、はい、ぜひぜひ4月は楽しみにしていただきたいと思います。ありがとうございます。すごい詳しい方がいたんですね、意外に。びっくりしちゃいますけど。はい、そうなんです、もう盛りだくさんになると思うので、はい、ぜひチェックしましょう。はい、月に1回の番組、ね、やる、はい、そうです、そうらしいので、あと一緒に MC でお笑い芸人のタッチさんという方、男性の方と一緒にやります。はい、ね、はい、わかりました。じゃあこの曲っていうのはまたなんか今曲を作ったりとかまたしてるんですか？はい、そうなんです、知ってます。でもあんまり行き詰まってます。はい、では本日ありがとうございました。
はい、あ、ブログの宣伝だけちょっとさせていただいていいですか。すいません、アメブロさんの方でブログをやらせていただいてます。いけますか。はい、覚えやすいタイトルなのでぜひぜひ覚えていただきたいと思います。ブログが、アメブロでミカのミカちゃった寂しいからありがとうございます。ミカのミカっちゃったというブログをやってますのでぜひぜひ皆さん見つけてみてください。よろしくお願いします。チェックですね。ありがとうございました。はい、はい、では次は藤田恵那さんでございます。よろしくお願いします。簡単に自己紹介をしますと、福岡県出身の7月7日生まれです。ミストースポ2014というグランプリ今年発表されて見事グランプリを取りまして、今に至ります。あと昨日オンエアあったテレビも毎週出てるのでちょっと局が言えなかったりするんですけれどもブログとかでチェックしていただければと思います。2曲ほど歌わせていただきます。2曲とも作詞作曲しました。まずは灰色プロローグという曲です。聴いてください。するべにな
カにされた過去も強くなるアイテムさ。あの日もあいつを見返すんだ。うわ、今歌ったのは灰色プロローグという曲でした。今日はですね、この場に呼んでいただきすごく嬉しく思います。実はあの電撃ネットワークさんの南部さんと同じ事務所でして、あの恐れ多くもで、あの以前1回だけあのライブに来ていただいたことがあって、それからあの今日あのオープニングアクト出てみるって言ってくださって、まあ、すごく光栄なことで、あのでも聞いたのが3日前ぐらいだったんでちょっと急だったんですけども、あのファンの方もたくさん来てくださって本当にありがとうございます。であの次に歌う曲はライブドライブという曲なんですけれども、この曲は、ファンの皆さんに向けて作った曲です。映画の主題歌とかにもなっていて、YouTube とかにもたくさん映像が上がっているんですけれども、こちらの曲7曲入り1000円の CD を自主制作ではありますけれども手売りまたは Amazon さんで販売しております。今日も持ってきているんですけれども、ちょっとスペースが分からなくて置いてないんですけれども、もしあの買ってやってもいいよって方がいたらぜひ買っていただければなと思います。最後ライブドライブ聴いてください。あの時投げ出さなかった道、今も運転中。せわしない私を愛して、あの時私が拭えなかった涙はあなたが丸ごとすくい上げて「あんなとこやこんな場所」「ドライブモードの言葉を乗せてゆくよ」「そこ向いたりして嘘に嘘を重ねた」「ろくでなし私も」「おもちゃの指輪で」
と揺るぎない未来の想いは、例えば私が星になってもあなたが光らせてくれる気がするんだよ。離れないで虹のライトで私が見たいステージへ必ず連れて行ってあげるから、めちゃめちゃ盛り上がりましたね。もうめちゃめちゃ可愛くて横からもうニコニコしながら見ちゃいました。あの牛蔵さんがあの落ちサビでケチャしてくれててすごい嬉しかったありがとうございます。ありがとうございます。またビスの話をしましょう。ごめんなさいね、グラビアとかアイドルとかもやってるっていうことなんですけれども、はい、またそのトースポさんにも出たりとか。そうですね、はい、それ経由でイベントも出ていて、23日にはビートたけしさんの映画大賞というのにあのアシスタントで行ったりとかさせていただくんですけれども、グラビアを始めてまだ1年経ったぐらいなんですけれども、はい、DVD を今度出すことになったり、いろいろとメディアに出る機会が増えて、すごい最初は抵抗あったんですけれども、やってよかったなって思うことの連続です。はい、そうなんですね。もうすごい可愛らしかったです。そうですね、ごめんなさいね。また他にもライブとかって、はい、実は今日6時から秋葉原の秋葉ドラッグ&カフェというところで、無料無線ライブをするんですけれども、とある動画サイトに、の登録している方は無料で、そうじゃない方も1000円で、ライブに来ていただけます。あとライブは来月もやるんですけれども、一番来てほしいライブが7月の5日に、六本木モーフ東京というところでワンマンライブをします。すごい、ありがとうございます。ぜひぜひ絶対来てほしいです。その日はバースデーレコ発ワンマンライブが3つ重なったライブで、毎年7月7日にやってたんですけれども、今年は土曜日にしようと思って、7月月曜日になるので誕生日当日が、なので7月5日の土曜日ぜひ遊びに来てほしいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、以上です。ではミカさんとミキオさん、こちらのステージにお上がりください。あと電撃ネットワークさんもお願いいたします。いや3人のステージでは3人のステージを終えて、電撃さん何かコメント何かありましたらごめんなさい急でした。まあどうでもいいかなっていうか、ね、どうでもいい、いや3人とも、それぞれのキャラクターがしっかり可愛かったです。はい、ということでありがとうございました。はい、では、続いては CM に入ります。 CM あった、あれごめんなさい、あったんだ、あ、ごめんなさい。
初めまして。私はカムカムといって、南米ペルーのアマゾン川の流域にいます。白い花が咲いた後、こうして赤い実になるの。レモン、オレンジ、イチゴ、アセロラといった今みんなが知っている食物の中で、天然ビタミン C を最も多く含んだフルーツなの。そして抗酸化作用のあるポリフェノールも含まれているのよ。カムカムパワーは天然ビタミン C がレモン果汁の60倍、アセロラの2倍、ポリフェノールは赤ワインの7倍、アサイージュースの3倍。自分でもびっくり。どう？私って超すごいでしょ。私を使った商品がこちら、5倍濃縮のカムカムドリンク。またお酒の割り剤としても大評判。カクテルやカムカムチューハイなどにもいいですよ。カムカムキャンディー。そしてシャーベット、コラーゲンも配合した世界初のオリジナル商品です。カムカムの甘酸っぱさにひんやりとお口の中で溶けます。南米ペルーで採れたカムカムは予防医学として医療費削減、樹木を植えることによる地球環境改善、そして天然ビタミン C とポリフェノールの抗酸化作用によるアンチエイジング、体内からの美容効果に最適。ぜひカムカムのパワーをお試しください。今回ご紹介できなかった商品もカムカムのことならこちら、アマゾンカムカムまで電話、ファックス、メールでもお問い合わせできます。お待ちしています。はい、では続いては電撃さんについてと、また4月から始まる新しい番組についてお伺いいたしたいと思います。すみません。カムカムちゃんに言われたらね、まあ、カムカムだね、本当に若干カミカミちゃんだったっていう、あの電撃ネットワークはちょっとまだあの自己紹介してないんで、せっかくですから自己紹介ぐらいしといた方がいいじゃないですかね、ナムさん。あのインドいいね、これからすごいいいんだけど、俺たちインド入国禁止なんだよね、本当に。何をしちゃったんですか。やってはいけないことを。あ、でもう、ね、もうインドも体制変わりましたから、今やね、もう先進国ですから。とりあえず、せっかくですから南部さん、小柳くん、牛蔵、そして、サンゴさん、ちょっと休みですけど、一応自己紹介ぐらいしといた方がいいんじゃないですか、南部さん。そうですね。はい。どういうふうに紹介しましょうか。じゃあ僕が南部さん紹介しましょう、はいはいはい、この人南部トラタという人で、電撃ネットワークの、ね、もう中心の、ね、広告塔みたいな感じで。はい、今、あの髪の毛がですね、こんな感じになってるんですよ。恥ずかしい。ちょっと鈴木宗男さんに言ってます。この人は南部さんです、よろしくお願いします、とっても恥ずかしいです、ちょっとその後も恥ずかしい ね、ちょっと生え揃うまで半年ぐらい、ね、はい、ちょっと我慢してもらって。じゃあ旦那君、僕のこと紹介してください。俺の紹介してくれるんじゃないんだでその次僕が紹介しますから、牛蔵君です、サソリ男です。はい、今日髪の毛立たせてくるの忘れました。オタですから、仲間です。オタオタ寝癖で来てます、はい、じゃあじゃあ、で小柳くんです。はい、旦那小柳です。1メートル89センチあります。はい、男前です。はい、新潟県出身です。いや、あんまり個人情報はいいから分かりました。旦那小柳と言いますけど、本名は小柳じゃないです、ね、俺の話をそんな引っ張らなくていいから、みんな分かりました。で今日はですね、あの先ほどあの先生にね、あの治療とかしてくれた機構でね、あの産後15はちょっとお休みなんですけど、で4人で電撃ネットワークです。もうで
宗男さん、何ですか。いやいやいや、宗男さんにもなってないからね、まだまだ這い揃ってないから。まさかまさか2代目波平さんの声優を狙ってるみたいな、もう産毛状態だからね、もう髪の毛なんだか産毛なんだか。さんね、あんまりいじると怒るから、こんなもんにしておきましょう。そうですね、はい。じゃあ村上さん、お願いします。あ、はい、4月の新番組について何かありましたら。お、先ほどもありましたスター誕生、はい、そうです。それは南部さんが詳しいです。あ、じゃあ南部さんお願いします。どうだろうね、今日やっててどうだった？ナムさん、それ、それ鈴木宗男の真似のつもりなのか。宗男さんですね、今の、はい。あ、この番組ですか？それナムさんの番組じゃなくて、うん、今日のやっててどうでした？まあ、いや、スタジオも新しくなってね、ええ、うん、あと本当、お三人とも歌が上手くて、すごく楽曲がいいから、音響もちょっとね、頑張ってくださいっていう、ね、いやいや、皆さんね、本当ね、スタジオですもんね。村上さんはどうですか？差し障りなくてよくないですか？差し障りなくもうちょっと激しい質問とかした方が良かったですか？いやいや、はい、そうですね、すごく照明が歌ってても盛り上がる感じで、いっぱい色があって、で、そうですね、すごい開けてるので、ちょっとアットホームな感じでごめんなさい、アットホームな感じで、歌いやすいです。君はあんまり喋らない方がいいかもしれない。特にコメントがないときはマイクは取らないようにしてください、はい、どうですか、演歌の方で、ね、チャレンジしてくれましたけど、はい、いや、開けてて非常に歌いやすかったです。照明もね、はい、なんかこうチカチカなってて、いろんな色があってね、はい、もうね、はい、色だらけで、もう本当一人祭り見たくなってますけどね、もう開けてて、はい、ありがとうございます浅草出身っていうから ね、はい、ね、浅草でもなんか、はい、こう順番次行くでしょそう、いや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 、びっくりした、迷っちゃいました、町の名車だもんね村上さんがね、やってくれるかなと思ったね、村上さん隣にいるし、はい、そうですよね、どうでしたかなんか無理やり、すみません、はい、照明がいろんな色があってね開けてるしね、開けてるし、すごく、でもなかなかこうネットの番組でライブをこんなできるとこってないんですよね、うん、で、なんかすごいですよね、もうやりたい放題ですから、もう何でももうお客さんはどうだったんですか？お客さんは、お客さん、あ、もう本当温かい方たちばっかりで、ありがとうございます。いや、本当みんなお客さんも、おいおいってね、ミックスぐらいやんなきゃダメですよ、ここは次お願いしますよ、俺たちには一切おいおいはなかったけどね、ネケチャを、次はケチャを一緒にネケチャで、はい、何でもありですから、出来になるまで頑張ってくださいアイドルさん、そう、ここを出来、ここを出来、もうアイドルさんもね、本当おたさんにかかってますから、本当お願いしますよ、出来になるまでリフトもありですから、今日はすごい盛り上がって、ちょっとごめんなさい、私ちょっとごめんなさい、ちょっと緊張しちゃって、ちょっと言葉があんま出ないんですけど、村上さん大丈夫です、緊張した時はタガログ語喋っちゃえばいいんです、あ、うん、それ、それか、カムカムちゃん食べないと、うん、で、わけわかんなくなったらタガログじゃなくてカタログ語って言えば大丈夫ですから、ちょっと一人でね、もうあの CM あって本当良かったです、私なんかね救われました、いじられてちょっと昔にやった CM なんですけど、カムカム美味しいんで食べてくださいでも歌も歌ってるんでしょ？私歌は歌えないんです。歌は歌わないんです、はい、歌わないんです、基本的にはモデルの方で活躍してますので。今や何でもやらなきゃいけない時代ですから。そうなんですよ、歌えないんですよ、音痴なんです、フィリピンハーフなのにフィリピン語の歌を何か歌ったらいいじゃないですか。一曲歌ってもらおうか、一曲お願いしますよ。無茶ぶりです、無茶ぶり大丈夫です、みんな分かってないから。あ、そうかそうか、いや、ね、もう何でもいいですから、こう人に言ってればそうですかね。そうですよ、やってみますかやめましょう、やめましょう、わかりました、やめておきましょうもう本当もう残念、みんなで一線ケチャしたんだけどねいやもう残念。この後は生ライブの演奏があるということなんですけれども、じゃあ、はい、そっとっとと帰れとそういうわけじゃないです、はい、ごめんなさい、客席に行けと次はロハスバンドさんの、ロハスバンドさんの演奏があります。ではロハスバンドさん、あ
ロハスさんどこにいるんでしょうか。はい、ロハスさんいない。じゃあ楽しみですね。はい、ロハスさん、いやどうも、私ここでやるんですか。皆さんここ座ったままやるの。いやいやいや、これは無理だと思うね。会場の方に降りて、じゃあ一度、はい、観客席の方、それはそうですよね、我々が後ろにこう座ったまま、村上さんが言いにくい、ね、そうですね、私がね、じゃあ観客席の方で、お願いします。ちょっとセッティング等がありますので、じゃあすいません、椅子等もね、これね、スタッフの方ちょっと椅子をですね、どかして、で、あ、じゃあかな、2人で MC かな、あ、うん、じゃあ椅子持ってってくれると助かるね。じゃどうもね、どうもお久しぶりです。あのね、先週フィリピンナウはここでやったんですよ。そうですね、あ、まあセンター行きましょうか。はい、ごめんなさい、背のがすごい背高いね。はい、今日ちょっとヒール履いちゃいました。 俺ちょっと背伸びしても無理だな。、それで先週はね、フィリピンナウをやったんですけど、あのバンドの方どうぞセッティングしてください。はい、はい、それで、まゆちゃんこの間ほら、フィリピンはいつ行ったの。私は、11月に、あ、ごめんなさい、11月に最後に行きました。で、はい、私ね、ここで一番最初ね、1月フィリピンナウね、一人でやったの。え、そうなんですか。一人で、皆さんフィリピン帰って誰もいなくて、いつも の, あの MC の方もいなくてね、ジェナさんとかいなくてね、やりまして、それで、そうなんですか。で、一応ね、今月もね、またフィリピンナウやりますんで、その時はまた MC 来てください、はい、それでね、今回ね、ここでライブをね、やるんですけど、インターネットニコニコライブ、よくね、ニコ生ライブってあるじゃないですか。ありますね。ね、それができるスタジオね、東京でね、そんななくて、多分ね、まあ、新宿にライブハウスいっぱいありますけど、なんとか方とかね、いろんなのありますよね、老舗のね、ライブあるんだけど、そこなんかね、やっぱ配信はできない、やっぱりね、やっぱね、配信ができるライブハウスという、ここね、今スタジオですけど、ライブスタジオはね、ここしか多分ないと思うんだよね。それでね、今日はね、よくね、あのスタジオでアコースティックライブとか、今アイドルの方たちがやったカラオケ持ち込みのライブとかはできるんだけど、ロックってなかなかできないじゃないですか。そうですよ ね。でもね、あのよく外体がさ、だいたい日テレもできないからね。あ、そうなんですか。日テレもみんな当てぶりだから。知らなかったです、うん、みんなそんなもんだからね。だからね、あのやっぱり日テレにもできないことをムーパルはやるんだということで、で今日はね、あえてちょっとロックをね、ガンガンいかさせてもらいます。こんだけのロックができるんだよ、このスタジオでっていうのをちょっとやらさせてもらうので、ちょっと皆さん明日の朝まで耳鳴りがするかもしれないんですけど、ちょっと440Hz ぐらいの、だいぶですね、あの耳鳴りがずっとするかもしれないですけど、まあちょっとね、あの 2,3 曲で終わりますんで、それちょっとやりたいと思いますので、楽しみです、はい、それでね、ちょっとね、こうやってセッティングしてるけど、僕一応ボーカルじゃなくて、僕ギター弾くんですけど、僕のセッティングはどこでしたらいいのかわからないんで、ひかんさんここで一回 CM かなんか入れてもらわないと次に進まないんでね、とりあえずね、予定では CM ありますね、はい、CM 入るんですね。大丈夫です。じゃあフィリピンナウのノリで、じゃあ僕 MC 半分やってますけど、はい、じゃあ一応、じゃあ CM お願いします。よろしくお願いします。はじめまして、私はカムカムといって、南米ペルーのアマゾン川の流域にいます。白い花が咲いた後、こうして赤い実になるの。レモン、オレンジ、イチゴ、アセロラといった今みんなが知っている食物の中で、天然ビタミン C を最も多く含んだフルーツなの。そして抗酸化作用のあるポリフェノールも含まれているのよ。カムカムパワーは天然ビタミン C がレモン果汁の60倍、アセロラの2倍、ポリフェノールは赤ワインの7倍、アサイジュースの3倍。自分でもびっくり。どう？私って超すごいでしょ？私を使った商品がこちら、5倍濃縮のカムカムドリンク。またお酒の割り剤としても大評判。カクテルやカムカムチューハイなどにもいいですよ。カムカムキャンディ。
てシャーベット、コラーゲンも配合した世界初のオリジナル商品です。カムカムの甘酸っぱさにひんやりとお口の中で溶けます。南米ペルーで採れたカムカムは予防医学として医療費削減、樹木を植えることによる地球環境改善、そして天然ビタミン C とポリフェノールの抗酸化作用によるアンチエイジング、体内からの美容効果に最適。ぜひカムカムのパワーをお試しください。今回ご紹介できなかった商品もカムカムのことならこちら Amazon カムカムまで、電話、ファックス、メールでもお問い合わせできます。お待ちしています。先生、そうです、うちに番組出るぐらいよななんてたけど、食べやすいのかなと、これだと思います。これも大丈夫です、OK、 はい、OK ですね、yes。 はい、ngayon punta naman tayo sa rabbit tutuloy ito kasi nawalan ako talaga ng si Madam Judy. Nobody knows. I was.
割れてなければいいんですけど、それは皆さんあの音響の方にまして、じゃあ次はですね、自分いつもあのロハスバンドというバンドでいろいろなあっちこっちあのバックバンドもやってますが、実を言うと今日今これからやる曲はですねカバー曲をやらさせてもらって、まあちょっと今日メンバー紹介ちょっとさせてもらいますけど、ドラムがミスターレジェンドオブロック杉山雅夫です。でベースが、ロハスバンド、タケちゃんよろしくお願いします。でキーボード侍浩二之介よろしくお願いします。それで一応ね、今日普段ねロハスバンド最近雅夫くんあんまり叩いてないんだけど、この間僕のバースデーライブに叩いてくれたんですけど、それで今日どうせじゃあ雅夫くんが叩いてじゃあカバーだというとやっぱこの曲しかないなということで、ディープパープルのバーンという曲を、インストルメンタルでちょっとアレンジちょっとボーカルなしで、これ僕歌いませんのでちょっとそれでねすごいことにロハスバンドでカバーってやってないよね、ほとんどやってないですね。でちょっと今日ねカバー曲これでやらさせてもらいますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ、バーンです。
してるんですけど、こんなかっこいいロハスさん見るのは初めてです。喋んない方がいいって言われる。いつもはね、なんかお調子者な感じですごい気さくな方なんですけど。すごいかっこよかったです。あ、ではあの電撃ネットワークの皆さんもこちらにです、ね、こちらにお願いします。すいません、はい、よいしょ。ディープパープルを聴けるとは思わなかったです。やっぱディープパープルやっとけば後から出る人楽だと思うんですよね。電撃ネットワークですね。リッチブラックコマーと一緒にお会いしたことあるんですよ。どうですか。尊敬しますね。すごいですよ、ということで、あれ南部さんは、あれ南部さん帰っちゃった。あ、寝て。あ、南部さんお願いします。ナムさん、あのカメラ向こうですから後ろ向かない方がいいかもしれないです。はい、前向いてた方が自然かもしれないですね。あの爆音の中で寝るっていうのはすっごい気持ちいいもんなんですね。いや、ぶっちゃけ結構ドラムとかあの本当ベースとかがぐんぐん来るんで俺もちょっと眠くなりました。あの地獄だったんじゃないかなと思って。いえいえ、タマホームって感じだよね。そうですね、そうですね。この曲みんなタマホームのテーマソングだと思ってるんですよね。これね、もう名曲中名曲。村上さん、どうしたら、どうしたら女の子たち呼んだらいいじゃないですか。ごめんなさい、どうぞ。あのステージパンパン高い音っていうのは、はい、
こう脳の中にすごいこう注射針のような気持ちよさがあるんですよ。シャブみたいなもんですか。タラララララララとこう。ああ、ナムさん、なんかね、カンペが出てまして、はい、告知をお願いしますっていうふうにカンペが出てます。どういう告知をしたらいいんですか。本当は2月10日にしか行っちゃいけない、あのでっかい告知があるじゃないですか、電撃ネットワークには。2月10日に、あのヒントを言いますと、4月10日に単独ライブがあるとかないとかっていう告知も。まだ10日になってないから言っちゃいけない。言っちゃいけないってことですね。電撃ネットワーク告知ありません。はい、はい、告知ないです。もう一度番組の新しく新番組の名前とかってもう一度いいですか。あ、はい、いや、ま、え、あの仮のタイトルだけ、はい、決まって、東京スター誕生。東京スター誕生ですね、はい、あの東京以外の人でもいいんですよね、それは。はい、はい、大丈夫です。東京でスターを呼ぶっていう番組ですね、はい、ありがとうございます。まあ、4月までにはしっかりと、中身を、はい、あの企画をしっかり決めて、そ、ね、はい、その時を楽しみに待っております。はい、仮タイトルは東京スター誕生ということで、はい、はい、ありがとうございます。4月から始まりますんで、君こそスターだ。あ、あれ滑っちゃった。滑っちゃった。まあ雪もね結構降っちゃいましたから、はい、滑りっぱなしだと思いますけど。つるつる滑りますもんね、はい、今日は。ではあの美香さんの方もあの番組の告知をちょっとお願いします。はい、はい、番組の告知、はい、4月から。何度も、はい、4月から、新番組やらせていただきます、ムーパルチャンネルさんで、基本的には音楽をやる番組です。タイトルの方なんですけど、まだこちら決まってなくてですね、4月までに決める、はい、決めたいと思いますので、はい、素敵なチョベリグと同じぐらい素敵なタイトルをまた考えたいと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。頑張ります。では みきおさんの番組の方もお願いいたします。私も、タイトルはまだね決まってないんですけれども、はい、まさきさん、夜のネットスタジオ、あ、それで行くんですね。あ、これ今決まりました。あ、それでもう今決まったみたい。夜のネットスタジオというあの番組名に決定したそうなんで、これは、まあ、演歌あり、あと演歌じゃなくてもロックありですか、まさきさん。ロックもあり、あ、もう演歌とロックの融合みたいな、アイドルもありということで、なんか盛りだくさんな感じになりそうです。はい、何月からですか。一応4月という企画になっておりますので、はい、一応4月から一応音楽番組ということで。そうですね。はい、そんな感じでございます。はい、また決まり次第いろいろと告知を自分のブログだったりとか Facebook の方からさせていただきたいと思いますので、ぜひお楽しみにということでございます。ありがとうございます。ありがとうございました。新番組楽しみにしております。新番組の告知はムーパル .jp までアクセスしてください。またその他の新番組についてもちょっと書いてますので要チェックです。では今日皆様ゲストいっぱい来ていただきましてありがとうございました。ではマーミサラマットハンガンサムリンパッキーター、ありがとうございました。はい、あ、終わりってことですね。はい、はい。